左が、マリオストッパーに、マリオストッパーには、イタリアのパイロットである。第一次世界大戦のエースパイロットで、大戦後は、カント社のテストパイロットを務め、水蒸気で、多くの記録を作った。ローベレに生まれた。第一次世界大戦では、第76戦闘機部隊に属し、ニューポール11で6機を撃墜し、エースパイロットとなった。戦後はアンサルドにテストパイロットとして雇われ、 SVA5 の初飛行を行った。SVA5 は、後に、ガブリエーレ・ダンヌンチオがウィーンに、プロパガンダ用のビラを散布した飛行によって有名となった。その後、カンティエリリューニーティデッタ・ドリアーティコに雇われ、そこでエンジニアのフィリッポ・ザ・パタと協力することになった。カント Z501 から始まる多くのカントの航空機の試験飛行を行った。 ストッパーに言った記録的な飛行には次のようなものがある。第二次世界大戦後は2500馬力のエンジン4機を積んだ大型旅客機、ブレダ・ザ・パダ・ビジー308の初飛行を行った。ありがとうございます。